前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。さあ、北海道179市町村紹介シリーズの十勝編、はい、今19市町村のうちの18個目がこちら、今日やります新得町までやっていきました。新得町終わったらあとは待機所で全部終わりというところで、大変嬉しいですね。はい、というところで新得町、十勝のですね、札幌から来る場合の、北の玄関口に当たるのが新得町でございます。例えば、JR のですね、新得駅というのがあります。これ札幌から帯広、あるいは釧路まで行くですね、スーパー大空、あるいはスーパー十勝、そういったところに乗る場合、新得駅というところがあります。そこが、要は十勝への入り口となるわけですね。これ、車で例えばですね、カリカチ峠というですね、南富良野に抜けていく道があります。まあ、これ頑張っていくとですね、札幌まで行けるという道に繋がっているんですけれども、そういった富良野方面から来る場合も、十勝の入り口が新得ということになります。十勝ですね、周りが、山々と言いますか、そういったですね、峠みたいなもので囲まれていると。まあ、だからこそ十勝門楼主義というですね、ある意味十勝独立した雰囲気があるという不思議な場所でございますが、その南富良野から来る場合が新得町につながっているというところですね。カリカチ峠の展望台、ここほんとすごく綺麗でございます。だからですね、まあ、結構晴れた日、また夏場、春、夏、秋、ギリギリちょっとないかもしれませんが、その時期にドライブすると本当に綺麗だなというふうに思います。まあ、雪の時期、大変ですけどね、峠を越えるのは。で、新得町で有名なのは、なんといっても新得そば。私、お蕎麦大好きですね。新得そば。実はですね、蕎麦の生産量、日本一は今、北海道なんですよね。もともと蕎麦のイメージで言うと、信州蕎麦、つまり長野が中心のイメージがありました。昔は長野の信州が生産量日本一だった、生産の中心を占めていたんですけれども、今は北海道で、なおかつ日本一の蕎麦の町と言われています通り、まあ、蕎麦の生産量であるとか、また蕎麦の品質、そういったところも高くなっているというところでございます。で、国道38号線、ここですね、通っていかれますと、ぜひ注目していただきたいのが、夏、7月の下旬の時期ですね。蕎麦の白い花がわーっと咲き誇るので、蕎麦ロードと言われているらしいですね。まあ、蕎麦アレルギーの人にはたまんない景色かもしれません。まあ、そういったところで、まあ、蕎麦打ち体験とかもできたりするというところですし、私も新得のお蕎麦、はい、食べることありますけれど、大変美味しいなというふうに思っています。だからですね、蕎麦の街を歌っていますので、コミュニティバスの名前、蕎麦来るというんですね。発音ちょっと正確には分かんない。蕎麦来るというと。はい。もう何でもありかよみたいな感じですよね。新得町は、自然豊かな場所です。だからですね、東大雪山の、麓にもありますので、温泉施設もかなり多いです。私、新得町といえば思い出すのが、トムラウシ温泉というものですね。トムラウシ山というのが、日本百名山にも選ばれているという、そういった、はい、山の一つとなっています。で、そのトムラウシ山の、ふもとに、トムラウシ温泉というのがあるんですが、これ、なかなかですね、行く途中不安になる場所です。まあ、何かというと、はい、途中で、はい、アスファルトの道が結構、外れにあるんですよね。アスファルトの道が急に砂利になると。で、砂利になっていく。それだけじゃなくて、冬場になるとですね、雪がめっちゃ積もっていて圧雪していると。通れんのかなみたいなところをずーっと通っていくと、はい、一軒。ポツンとじゃないですね。結構でかい建物があって、東大雪山荘。はい。国民宿舎、トムラウシ温泉、東大雪山荘という巨大なところが迎えてくれると。ほっとしますね、本当に。駐車場もちゃんとあるし。で、そこは温泉も素晴らしいんですけれども、まあ、登山の際のですね、宿としても使われているので、だから泊まってる人結構朝早くに起きてですね、山登りに行ったりするんですよね。はい。まあそういったところですね。で、トムラウシ温泉に行く途中には、昔は実はヌプントムラウシ温泉というものがありました。ヌプントムラウシ温泉、これ検索すると見つかるんですが、秘湯ですね。はい。秘湯というか、野湯というか、はい。普通の山の中に小屋だけある。そして温泉がある。で、これ私行きたかったんです。十勝いる時行きたかったんですが、実はですね、ここ山道が本当にきつい山道と言いますか、通っていくのがやっとみたいな山道。そういったところだったので、なんとですね、大雨の時に道が流れちゃって今封鎖されています。だから私です。どこまで封鎖されてるか見に行こうと思ったんですけど、結構あっさり早めのタイミングで封鎖の時期があったので、あ、
これは無理だなと思ってすごすごと帰った記憶があります。いい温泉だというふうに聞いていたのでやっぱり行けなかったのはやっぱ残念ですよね。ただ新得町他にもう一つ秘湯っぽい温泉があります。それがお曽牛温泉。これすごくいいです。お曽牛温泉以前ですね、私の妻の実家にあります浦幌町にルシン温泉っていうのを紹介しました。ルシン温泉がアルカリ度がめちゃくちゃ高いよと、 pH がなんと 10.0 というところがあったというふうに言っていました。実はお曽牛温泉もですね、はい、pH 10.0 という超アルカリ性が強いというそういった温泉です。だから肌ほんとスベスベになります。おまけにですね、ここ、まあ、ぬるい源泉も入ることができて、そこに入っているとなんかすごく癒される感じがあります。で、ここ、主人の方、おかみさん、また秋田県のケン君という犬がですね、迎えてくれるという大変素敵な場所ですね。まあ、ただここもですね、トムラウシ温泉同じく、はい、途中でダート道、砂利道にかかって、7キロぐらいかな、ずっと砂利でずーっと走っていきますと。だから新車で行くとちょっと後悔するかもしれませんね。砂利がわーって車に当たると。で、冬場もですね、一応雪が積もっているんですけども、圧雪させているので走れるというところです。ただですね、一本道ですので、向かい合うとき結構苦労するかもしれませんが、ぜひですね、行っていただければと思います。お曽牛温泉ですね、結構、肌がほんとヌルヌルして、あ、本当に、あ、なんか肌が綺麗になってるなっていう感じを実感できるという、そういった宿となっています。またここですね、皮膚病にもいいと言われています。だから人によってはですね、定期的にやってきたり、あるいはそのお曽牛温泉行く際はペットボトルを大量に持ってきて、お湯を入れて持って帰る。そしてそれをパックみたいにして使うというふうな使い方もできると聞いております。そういうふうにやっている方も多いと聞いていますので、ぜひ、お曽牛温泉行かれる際はペットボトルをお持ちになるといいかなというところでございます。でですね、新得町は実は発電所の町としても有名です。実はここダムがいっぱいありまして6つの水力発電施設があります。で、そこですね、十勝地域だけじゃなくて実は釧路にも送電していますし、私が住んでいる札幌にも新得町の電気が送られてきていると、まあ、大変ありがたい場所ですね。で、そのダムの湖ダム湖を使ったアクティビティもあったりもしますし、またですね、新得町はサホロリゾートをはじめとするスキー施設もかなりたくさんあります。だから、はい、リゾート施設でもあるよというところがポイントでございます。な、主な産業としたら畑作、畜産、酪農、そして林業、まあ、林業はですね、製材生産量でいうと十勝で有数の規模と言われているところでございます。新得町、はい、最近で言いますと十勝を舞台にしました、夏空というドラマやっていました。朝の連続テレビ小説でやっていた2019年の放映ですね。そこの舞台としても新得町ちょこちょこと登場しています。まあ、大変緑豊かな場所でございます。ぜひですね、行かれてみてはいかがでしょうか。私はここのお蕎麦が大好きなので、まあ、この蕎麦自体はですね、札幌でもまた帯広でも買えるんですけども、やっぱりぜひ蕎麦の街だなというので、蕎麦が好きな私として新得町また行ってみたいなというふうに思っております。こういった形の情報発信を毎日やっておりますので、もっと見たいよという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からですねメルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。いよいよ次回ラスト1個、大気町をやれば十勝19市町村全部コンプリートでございますので、こうご期待というところでございます。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。